藤彩子、カトパン、写真流出事件はスキャンダル。ヤンキーでホストと交際。現在はフリーアナウンサーとなり、今後は多くのテレビ局で活躍しそうな元フジテレビアナウンサーのカトパンこと加藤彩子さん。4月7日放送の日本テレビ系アナザースカイにも出演予定となっていますが、番組予告を見ていると気になる情報が一つありました。何でも。フジテレビに入社直後、写真流出事件でアナウンサーを辞めようと思っていたという当時の心境を告白する。というのです。加藤さんというと、個人的にはスキャンダルもなく清楚なイメージなのですが、一体どんな過去があったんでしょうか、はてな。今回は問題の写真も含め、加藤さんの過去を調査してみたいと思います。加藤彩子、加藤彩子のプロフィール。それではまずは簡単に加藤さんの基本的なプロフィールからご紹介したいと思います。加藤彩子、加藤彩子、愛称カトパン。生年月日1985年4月23日、31歳。出身地埼玉県三郷市、出生地神奈川県、血液型O型。身長166センチメートル。学歴国立音楽大学音楽教育学科幼児教育専修卒業。職業フリーアナウンサー活動、2008年ナミダッシュ。加藤さんは埼玉県出身で現在31歳になられます。家族は両親と2年上のお兄さんがいらっしゃいます。国立音楽大学附属高等学校、国立音楽大学音楽学部音楽教育学科幼児教育専修卒業と、もともと音楽教師を目指していた加藤さんは、中学、高校の教員免許、音楽も持っていて、ピアノなどもとても上手なようですね。その後大学在学中にテレビ局へ就職してアナウンサーになることを決意、 NHK は書類選考で落選したものの、日本テレビ、TBS、フジテレビの民放キー局3社の内定を得て、2008年4月1日にフジテレビに入社されました。以降はフジテレビの人気アナウンサーとして多くの番組で活躍されてきましたが、2016年4月1日の放送をもって目覚ましテレビを卒業し、4月末でフジテレビを退職。1年間は他局には出ないという女子アナのフリー転身に伴う暗黙のルールによって、先月までのテレビ出演はブルスであるフジテレビのみに止まっていましたが、2017年4月よりいよいよ他局解禁となりました。加藤彩子、加藤彩子の流出写真とは、ヤンキーでギャルだった。画像は、では問題の加藤さんが入社当初に流出したアナウンサーを辞めようか悩んだほどの写真とはどんなものだったのでしょうか。調べてみると、どうやらそれは加藤さんの学生時代の頃の写真で、当時の加藤さんは現在の清楚なイメージとは180度異なるような派手なルックスだったようです。そんな加藤さんの若かりし頃の写真は何枚かありますが、まずは1枚目の写真をご覧ください。
引用 http://funipjp/6175html。 これは加藤さんが中学生の頃の写真のようですが、現在のおしとやかな雰囲気とは打って変わってかなりヤンキーチックです。ねアクサンシルコンフレックス、アクサンシルコンフレックス。髪色なども相当明るいですし、かなり遊んでいそうな雰囲気ではありますね。続いては高校3年生の頃と思われる加藤さん。引用 http://xnxifna8731bop8c。JP スラッシュ芸能スラッシュパーセント E3%82% アップパーセント E3%83%88% E3%83%91% E3%83% B3%E3%81% アフパーセント E7% QF パーセント A5% E5% 90% 8D%E5% BA% A6% E3% 81% 8C% E3% 81% @引用 http://happynewnews。 com/katopan/gal653。 少しは大人っぽくなった印象も受けますが、今度はギャル要素が増した感じもしますね。 W加藤さんは幼い頃からピアノや三味線などを習っていてお嬢様育ちだったようですが、そんな生い立ちからは意外に思えるルックスですね。ちなみに下の画像が加藤さんの中学校の卒アルの写真になります。引用 http://happynewnews。com/katopan/gal653。 こちらはさすがに卒アル用ということで清楚な姿で撮ったようですね。この写真は現在の加藤さんを彷彿とさせる気がしますし、あどけなくてとても可愛いですね。アクサンシルコンフレックス、アクサンシルコンフレックス。加藤さんは学生の当時は男子にはモテたようですが、かなりのぶりっ子だったそうで、女子からは嫌われていたという情報もありました。笑い。また見た目はかなり派手で激しく遊んでそうなイメージですが、友達とちょっと肌を焼いたりしていた程度で悪い遊びはしていないとのことです。加藤さんの過去にはいろんな噂が飛び交っていますが、この言葉を信じたいですね。笑い。と以上のような写真や噂が、加藤さんがフジテレビに入社後ほどなくして流されたそうで、アナウンサーとしてはイメージに泥を塗られたような感じで相当ショックだったでしょうね。辞めたくなったのもわかる気がします。しかし今となっては諦めずにアナウンサーとして頑張ってこられてよかったと思いますし、過去の加藤さんの姿もギャップがあって魅力的なんじゃないでしょうか。加藤綾子加藤パンの彼氏や熱愛歴は、ホストと交際の中学時代。加藤さんは学生時代から現在までかなりモテたようで、調べてみるといろいろな熱愛の噂が見つかりました。加藤綾子の彼氏、学生時代。まずは学生時代の加藤さんの熱愛の噂から。引用 http://static pinky media。
jp/まとめ/ファイル/パーツ/i00128982-28dc26435b445a43d5e8f04d936@docd。BNG こちらは加藤さんの中学時代の写真と言われていますが、このように中学生の頃から交際相手がいた、しかもその相手がホストだったなどと噂されているようです。画質が悪いのではっきりわかりませんが、学生時代の加藤さんの姿を見ているとありえる気もしますね。ダルビッシュ有。続いて加藤さんと熱愛の噂が上がったのはメジャーリーガーであるダルビッシュ有さんでした。2016年の2月に一部週刊誌に密会デートが激写されたことが報道されましたが、ダルビッシュさんとは加藤さんは本気で結婚したがっていたそうです。しかしその望みは叶わず、彼氏ではあったようですが結婚には至らなかったと言われています。タカヒロエクサイル。言わずと知れた人気ダンスユニットエクサイルの人気ボーカリストであるタカヒロさんとも加藤さんは一時期熱愛が噂されていたようです。お二人についてはもともと11年頃に熱愛の噂が浮上したようですが、タカヒロさんは板野由美さんとの交際が始まったことで消滅したとも噂されているようです。片岡治大。また読売ジャイアンツの内野手として活躍されている片岡治大さんとも熱愛の噂があったようで、お二人は2014年に焼肉デートがスクープされ報道されたようです。といったように真偽のほどは不明な点も多いですが、加藤さんはこれまでにたくさんの熱愛情報が浮上しているようですね。なお現在の交際相手に関しては具体的な情報はないようですが、上記の噂や熱愛報道の他にも加藤さんの恋愛話は囁かれているようでしたし、人気の高い女子アナということで彼氏はおる可能性も高いのではないでしょうか。まとめ加藤綾子カトパンの今後。ということで、現在フリーアナウンサーになられて、今後はさらなる活躍が期待される加藤綾子さんについて、過去の流出写真やこれまでの熱愛彼氏の噂について調べてみました。現在ではすっかり清楚系な加藤さんですが、学生時代の頃のような一面もさらけ出していくと、そのギャップによって今後一層視聴者の人気をつかむことができるかもしれませんね。また加藤さんは31歳になられたということで、今後はプライベートでも幸せを築いてほしいと思いますし、公私ともにさらなるご活躍を期待しています。アクサンシルコンフレックス。